皆さんこんばんは、MK です。ペーパーマリオ RPG パート34やっていきましょう。前回4つ目のスターストーンをゲットしたということで、今回はピーチパートからやっていければと思います。テック、私を呼んだかしら？あ、今回はピーチ姫のお風呂シーンはできないのか、ちょっと残念だなと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さて、今日は何をしたらいいのかしら？ダンス？変装？それとも歌でも歌うのかしら？そう、毎回無茶ぶりばっかりですからね。私は今悩んでいます。悩んでる？え、コンピューターなのに何を悩んでいるんでしょうか？ピーチ姫に相談してみたら？どうしたの、テック？いつものあなたらしくないわ。本当だよ。与えられた使命を成し遂げること、大切な人の世界を守ること、どちらが大切なのか。なるほど、ピーチ姫に恋してテックも目的がちょっと2つできたってことか。私はある人のために存在している、ある人のために存在したい。あー、そのある人っていうのが変わってきたんだよね。一体私はどうしたらいいのか。どういうこと？まあ、ピーチ姫はまだピンときてないみたいですけど、いえ、いいのです。気にしないでください。なぜかわかりませんが、あなたに心配されると、とても辛い気持ちになります。まあ、ピーチ姫のこと好きだからね。では、クイズをしましょう。クイズ？今日はクイズか。クイズ？何を答えればいいの？そうです。今から私が出す問題に3つの選択肢から答えてください。5つの問題に正解することができれば、いつも通り通信機を使っても良いです。あ、わかりました。どうしたの？突然。ね、変なテック。では、1つ目の問題です。はい。スターストーンを7つ集めると一体どんなことが起こるのでしょうか？え？千年の扉が開く、だよね。だけど、それピーチ姫に、教えちゃっていいの、テック？え、千年の扉が開く、そういうことだよな。正解です。では2つ目の問題です。はい、2つ目、メガバッテンの総統バツガルフ様の目的は一体何でしょう？え、世界を征服することだよね。でもテック、それは教えちゃダメなんじゃなかった？ピーチ姫に世界を征服する。はい、正解です。正解って言っていいの？では3つ目の問題です。テックが変わろうとしてんのか？千年の扉の奥にある伝説の宝とは一体どんなものでしょうか？え、テック、これってそうだよね。テック、世界を守りたいのか？さあ答えてください。千年の扉の奥にある伝説の宝とは一体どんなものでしょうか？クイズっていう形式にしてピーチ姫に教えてあげてるんだ。千年前の魔物の魂、これだよね。千年前の魔物の魂でしょう。正解です。では4つ目の問題です。千年前の魔物の魂を手に入れてバツガルフ様は一体何をしようとしておられるのでしょうか？思いっきり可愛がる、ボランティアをする、そんなわけないよね。魔物を復活させる。テック、いいんだな、ピーチ姫に教えて。魔物を復活させる、正解だ。正解です。では5つ目の問題です。はい、魔物を再び封印するために必要なものは一体何でしょう？伝説の剣、おまじない、これもスターストーンってことか。魔物を再び封印するために必要なのもスターストーン、千年の扉を開けるのに必要なのもスターストーン、そういうことなんだな。スターストーンだ。正解だ。これで5問クリアです。では通信機を使ってください。いいんだな、テック、あなたこんなことを私に教えてよかったの？さあ送るメッセージを入力してください。テック、前回ピーチがね、世界を守りたいって言ったから、テックもそういう気持ちになってきたんだな。わかったよ。じゃあマリオに送っちゃうね、これ。いやー、コンピューターが変わってきたな。いいわ、送ってもらえる？送信した。メッセージを送信しました。さあ今回はこれでおしまいです。そろそろお部屋に戻ってください。いやー、ここのストーリーも面白くなってきたな。ピーチ姫ありがとう。やはりあなたはおかしなコンピューターよ、ミスターテック。いやー、テックおやすみなさい。ピーチ姫ありがとう。テック、バツガルフ様よりもあの人っていうのをピーチに重ねて言ってるんだな。
いやいやいや、面白くなってきましたが、ここでクッパパートなるほど、ウーロン街の帰り、空飛ぶ街ウーロン街には何か秘密があるらしいとの情報がありましたです。じゃあウーロン街は飛行船で乗り込みましょう。あ、この間クッパ行ったよ。あれはカメックママに伝えてなかったのか。こりゃそこのもの、大王様1枚、ピチピチギャル1枚じゃ、ピチピチギャルではないかな。ひー、大魔王クッパとホウキョウババ、ガタガタガタ、ホウキョウババって言っちゃってんじゃん。ああ、プクプクが逃げた、やれやれ、失礼なやつじゃの。いきなりピチピチギャルとか言うからびっくりしちゃった。あれクッパ、あれはクッパ様、どちらへ。クッパどこ行った。え、その後ろの電車に乗り込むのか。おーとー、クッパクラウンだ。まあ確かにそれで行けるよね。ガハハ、我が輩はこれで先に行くぞ。ウーロン街ならこの前お忍びで行ってきたからな、行き方は分かっておるのだ。そう、この間マリオと闘技場で戦いましたからね。まあカメックババは体をいたわってゆっくり飛行船で来るがいいぞ。乗せてあげればいいのに。それにねえ、一緒に行かないの。ああ、ほうきが消えちゃった。お待ちくださいクッパ様。ああ、せっかく飛行船で食べるおばば特製のお弁当を持ってきたのに。あ、クッパ様、お弁当だけでも食べていけば、せっかく作ったんだってよ。まあまあまあ、早く行きたいんだな、クッパはクッパでな。何か秘密がある。まあ2回目の来訪ですけどね、クッパは。はい、空を飛んでおりますが、ウーロン街結構遠いんだね。クッパクラウンで、おっと、あれ大丈夫。ん、まさか故障か。あれ、クッパクラウンのプロペラが止まっちゃいましたが、うわー落ちちゃった。大丈夫か。どこ落ちた。うわ、海、え、海の中にクッパが落下しちゃった。大丈夫かなクッパ。陸じゃないけど、あ、頑張るのだ。ああ、ワールド2の1が始まりました。前は1の1やりましたからね。A で泳ぐ。あ、ちゃんと水中のスーパーマリオブラザーズの BGM のアレンジになってるな。このクッパらしいワイルドなアレンジ、いいですよね。そして水中で炎が使えるというのも、まあ、ファイアマリオオマージュでしょうか。え、ここでコインとか稼いでも意味あんのかな。その辺よく分かってないんですけど、まあ取らないよりは取った方がいいか。はい、そしたらお肉なんとかゲットして大きくなっていきましょう。いいぞいいぞ、これでどんどん体を大きくして、巨大マリオのね、巨大クッパバージョンやりたいと思います。そう、これね、発売年的にはね、ニュースーパーマリオブラザーズより前なんですよ。だからまあ巨大クッパの方が巨大マリオより早く出てんだよね。そう思うと変な感じっていう気がしますけどもね。このなんか普通のフィールドをさ、巨大状態でどんどん壊しながら進んでいくっていう発想は、ペーパーマリオ RPG の方が早かったのか。へえ変な感じだよね。ああ、そしてはい、無敵状態だ。まだまだお肉を取っていく。結構遅いな、クッパ泳ぐの。そして軍団員がさっきからちょこちょこ落ちてきてますけども、軍団員は何なんでこんな水中のところにいるの、よくわかりませんが、はい、このまままっすぐ進んでいきましょう。上か。え、コインが上の方向にありますけど、え、ここの土管通れないよね。ああ、ジャンプジャンプ台があったのか。はい、これで、おー、地上 BGM ワイルドですね今日も。はい、この階段の先はそうだよね、ゴールだよね。この巨大状態でゴールを吹っ飛ばすっていうのもさ、巨大マリオでね、あのニュースーパーマリオブラザーズでやるアクションなんですけどね、ペーパーマリオ RPG が先取りしていたみたいです。ということでゴールイン、なんとか陸に戻ってくることはできましたが、ゴロツキタウンだ。え、クッパゴロツキタウンに来たのか。はあはあ、ひどい目にあったぞ。まあさっきもゴロツキタウンではあったんだけどね、反対側に来たな。うわー、大魔王クッパだ。怖がってる、食われる、お助けそんないきなりキノピオを食うキャラではないでしょう。あ、カメックババおい、楽しんできてんな。ウーロン街、ゴールドホークのなんかお面みたいなのつけてるけど、これはこれはクッパ様、こんなところにおられたのですな。探しましたぞ。一体どちらへ行かれてたのです。じゃあてんてんてん、いや、これはこれは大冒険だったんだって。いや、しかしウーロン街は最高ですな。闘技場はもう大興奮、都市街もなく血湧き肉踊りました。じゃあそしてホットドッグの美味しさときたら、イッヒッヒ、クッパ様も満喫されましたか。いや、クッパは今大変だったんだよ。ほら怒ってるよクッパ。あーうがー、せっかくゴールドホークのお面とか風船とか買ってきたのにね。ケホクッパ様
我が輩は大変だったのだ。全く我が輩も満喫したかったぞ。とにかく、ピーチ姫とスターストーンについてちゃんとした情報をとっとと集めてくるのだ。カメックババかわいそうに、せっかくお弁当を作ってね、それも食べてもらえないで、今度はウーロン街楽しんできたお土産まで燃やされちゃいました。まさかあやつが偽のマリオさんだったとは、村人全員騙されてしまうた。本当だよ。おい、その件について忘れてねえかんな。世話になったというのにすまんかったのマリオさん。怒っちゃったかの。ちょっと傷ついたよ正直。なんで分かってくれないんだろうって。どう、まあそんな話は置いといてと、あなたは薄暗い我が村に希望の光を与えてくれたヒーローだ。そんな持ち上げればいいってもんじゃないでしょう。マリオ、ゴロツキタウンへ戻るんでしょ。さあ行きましょう。そうだね、これからはいつでもこの村に遊びに来てくだされ。はい。そういえばここの村でのあそこ見てなかったね、あのお土産屋さん。ちょっと見ていこうか。お土産屋さんっていうかショップ、もしかしたらなんかここでしか売ってないものとかあるかもしれませんが、どうでしょうか。こっち側、あの旦那が戻ってきたとか言ってたけど旦那じゃなかったみたいな話だったよね。あ、仲直りしたの？あなたたち、わしが売り物を集めてマイワイフがそれを売る、わしらが2人が手を取り合ってこの店を盛り立てておるのだよ。ということで君も何か買っていきなさい。あ、それはいいんですけど、なんかあの新しい若い男がいいとか言ってなかった？いらっしゃいませ、ショップ薄暗へようこそ。どんな用だい？あ、特にそういう話はしてくれないんだもん。また来ておくれよ。まあ夫婦間で解決したならいいんですけど、雷どっか20とかって高いよねこれ多分。ここで買わなくてもいいか。よし、じゃあ戻っちゃいましょう。確か、あ、そっか、あのオドロン寺院へ行く土管はあるけど、あのゴロツキタウンへ行く土管はこっちにしかありませんよね。あとビビアンちゃんがいればどうにかなる仕掛けゴロツキタウンにあったっけか。あ、あのさ、トゲのやつか。あの下からトゲが出てくるさ、宝箱への道みたいなのあったじゃん。あれビビアンちゃんと一緒に隠れればなんとかなるんじゃないか。ちょっと行ってみよう。はい、ゴロツキタウン地下1階。ただどこだったっけあれ。正直もう場所曖昧なんですけど。あーあああ、メールが来てる。マリオ、メールが届いたみたいよ。はい、じゃあこちら開けていきましょう。ピーチ姫か。マリオへ伝説の宝の正体が分かりました。それは魔物の魂です。彼らはその力で世界を征服しようと企んでいるのです。彼らは千年の扉を開け、魔物の魂の封印を解くためにスターストーンを集めていますが、魔物を再び封印することができるのもスターストーンなのです。彼らにスターストーンを絶対に渡してはいけません。お願いですマリオ、彼らの計画を阻止してくださいピーチより、ということで。いやー、テックが教えてくれた貴重な情報ですね。生かしましょう。ま、魔物の魂怖いね。でもビビアンちゃんのことはマリオが守ってあげるからね。そしたらちょっと待てよ、これどうすんだったっけ。ここの土管入ればどこに繋がるんだったっけか。はい、中に入った。あー、そっちか。そっちは星のかけらがあっただけだから意味ないですね。じゃあここはチビヨッシー使えば奥行けるけど、まあ別に、あら、今そういうことをする必要もないのでと思ってこっちに来たんですけども、ここはしっかりガードしていく。で、まあせっかくだから地震アタックでやっちゃう。はい、ぐーっと貯めて一発でしょこれで。そう、パワープラスを2つつけてるんだよ今。結構 BP がね溜まってきて嬉しいところでございますが、スターポイント1ゲット。あ、特にあれか、おまじないの効果は出てこないですね。いや、おまじないもさ、新しくかけ直す、どうする。お、ここはやっつけアタック、なんとか一発で倒せました。そう、これもねバッチの効果で、あの先制攻撃じゃなくて弱い敵はもう倒せるという仕様になっております。まあ経験値は得られないのでそこがちょっと残念なんですが、そして今日のくじ見てくか。くじ番号は007076、カミカミですけど、今日はどうでしょうか。当選番号、はい、どうだ、6991。あ、全然ダメ。まあでも残念賞がもらえるからね。でもチャンスは毎日あるから、また明日チャレンジしてほしいボム。これは残念賞ボム。いや、残念賞でもキノコとかもらえるの結構嬉しいよね。そろそろいいことが起きそうな気がするボム。僕の勘は当たるボム、明日も待ってるボム。何それ。じゃあちょっと明日もまた来てみましょうか。そしてここなんかいいの売ってるんだったっけか。あー、雷ゴロゴロ、これ一体なんだよな。雷ドッカンじゃないんすよ。あのドッカンが全体なんだけど雷ゴロゴロが一体なんだよね。
だったらさっきドッカン買っといた方が良かったかな。まあ今更言ってもしょうがないということで、そしたら一回あれか、千年の扉の前に行かないといけませんね。その後に誰だったっけ、あなた行商人とりあえず話しかけとか、あのフランクリ先生だな、フランクリ先生には話しかけたいと思いますが、あーピッキョローン D、 おエンブレーム W、 これ面白いんだよなエンブレーム W。 ただ432コインは高すぎるな、高すぎる、ちょっと、やめるんですか、残念ですね、今だけのお値打ち品ですよ。いやーお値打ち品にしちゃ高いって、ちょっと値段で今回は遠慮させてください。もしかしたらお金もうちょっと稼いだ後に買いに来るかもしれませんが、その時にはもうラインナップが変わっちゃってるでしょうね。あ、そして社員があるので強化していきましょうか。ゴロツキタウンじゃねえや、あなた誰だったっけ、デアールだ、デアールの館である。じゃあここはビビアンちゃん、ここランクアップさせたいので R、 全ての敵を炎で攻撃する技、魔法の炎を使えるようになる。これ全体攻撃じゃない、じゃあ社員を3つ使ってこちらパワーアップさせるである。あるあるある、これノコ太郎もやる、どうするである。もしかしたら次の味方の方が強い説ない、次のステージで仲間がまた増えると思うんですよ。そのために社員を取っておくというのも一つ手な気はしますが、ただノコ太郎だけ強化してないのもちょっとかわいそうか。他にもまだパワーアップさせるであるか、じゃあノコ太郎もパワーアップさせるである。ここはしょうがない、社員ちょっと全部使い切っちゃいますけども、あるあるある、ノコ太郎のもよろしくお願いしますである、である。ここ防御上がるみたいな感じだったよね、いらないんだよなMK さんは結構防御より攻撃派だからさ、やっぱ守るより攻めちゃった方が強いかなと思っちゃうんですけど、皆さんはどうでしょうか、ノコ太郎も強いんでしょうか。はい、これで全員パワーアップ、もう誰もパワーアップさせられる仲間もいなければ社員もないので、はい、じゃあこれぐらいにしておきましょう。ここはじゃあ千年の扉の前行きますよ。毎回忘れるんだけど道中どこ行くんだったっけ、なんかあのでっかいブロックがあるところなんだよね。そして待って、星のかけら今何個ある、多少交換してもいいか、10個、微妙か、パワープラスとかがあるんだったら交換するのもありですけど、あなたどうでしょうか、どのバッジと交換する。はい、10ありますけど、うーん素早く、あんまかな、うん素早くカワールとか、あとフラワー節約、この辺は強いんだけどね。フラワーデール、ハートデール、ハッピーハート、でも最初のやつ多少交換しとくか。いやでも素早く変わるかな、そのまま行動できるようになる、強いは強いから。ただ今後手に入ったらどうしようって思っちゃう。フラワー節約だ、ここは、必要な BP は4、ちょっと高いけどこちら交換させてください。もっと交換してと言われてももう星のかけらがないので、また集まったら交換しに来ますね。多分こいつも全部交換すればなんかあったりしますよね。そしたらあれ、ここ通るんだったっけ、ここあれ忘れちゃってんだよな、ここプニ族の場所につながるところじゃなかった。まあでも道中は結局同じ、あら本当にわかんない、 MK さんここ方向音痴なんだよ。ゴロツキタウンの地下広すぎてさ、もう何が何やらという感じでございますが、ちょうどここは来たかった、ここビビアンちゃんがいればなんとかなるところだ。はい、じゃあビビアンちゃんに変えまして、よーし奥の宝箱取っちゃいましょうか。はい、トゲがない時にここ、いや結構すぐ来るんだな、落ち着け、はい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 、まっすぐ行って隠れる、ほい、いやーやばい、これだ、ビビアンちゃんありがとう、隠れる、うわー今のセーフか、ほい、出てる、隠れる、よーしよし、いいぞいいぞいいぞ、ビビアンちゃんマジでありがとう、よーしたどり着けました。宝箱の中には何が入っているんでしょうか。トゲオガードのバッジをゲットだ、マリオがトゲのある敵を攻撃しても反撃を受けなくなる、いらないなぁいらないなぁ、これいらなくないか、みんなこれ使わないだろういえトゲオガードいらないなぁ、なしにしましょう、うん、これは使わない、うん、使わずに進んでいければと思います。そしたらその奥、あれ違うよね、ここが不思議の森につながってるところで、ここの扉が前クラウダさんでフーってした記憶があるけど、おっとなんだなんだ、また地図が光り出して、あーこれあれか、あの土管が
新しくつながるってことだよね。薄暗村とあともう一個なんだったっけ、あ、ウーロン街だ。ウーロン街に直接行けるようになる土管が作られましたと。いや、このショートカットはめちゃくちゃありがたいよね。ステージ3、そしてステージ4にも行けるように。あ、なんないの？え、なんないのか。なんだ、ステージ4も行けるかと思っちゃった。もう一回入り直せばとかかな。ちょっとその辺は分かっておりませんが、さらにこの先危ないな。進んでこっち、え、待って、マジで千年の扉の場所分かってないんだって。え、さっきのとこから行けるんじゃなかった？ちょ、落ち着け落ち着け。さっきのところの土管から行けるみたいな話だったような気もしてるんだが、まあ、その硬いブロックも気になるけど、この土管じゃない？はい、中に入って、お願い、千年の扉のところ出て。 MK さん、分かんないの、方向音痴で。え、どこだ？全然違う、そうだった、ここだった。いや、ちょっとどこだったっけ、そのもう一個奥の土管か、ゴロツキタウン地下の。ごめんね、いつもここ迷っちゃって、ここが分かんねえんだよ私。え、ちょ、一回ちゃんとルート確立しよう。今後もまだ3回ぐらい行くことになるから、ちゃんと場所覚えとかないと。いや、こっからワープもうちょっと分かりやすくしといてほしいんだよな。左ではないんすよ。で、さっきここ入ったでしょ、だからこの奥だよ、この奥のここか。このさらに奥、あの月相がいたとこだから違うよね。ここだ、マリオ。はい、あ、そこの、いや違う、ここ占いだ、ここ占い、関係なかった、ここじゃない。で、え、さらに奥でもさ、違うくなかったか、ここ。え、なんか違った気がするけど、この奥は。ほーい、ほーい。ただもう選択肢がここしかない。え、プニ族のとこにつながるって思ってるやつ、もしかして別の。いや、ここ違うんだよ、ここ違うの。ここは月相のとこでつながるとこじゃないの確か。だから、で、ここはそこ、え、じゃあそこしかありえないよね、千年の扉。え、こ、いや違う、ここだよやっぱり、ここのなんか違う入り。え、ちょ、マジでわかんないんだよ私、マジでわかんないの、ごめん、これいっつもわかんないの。ここ来て、そこの土管か、下の地下2階、地下1階、地下、待て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 、ここ落ちちゃダメだ、ここ落ちたらダメで、船がないからね。ここ、ここ入るの、ここ、プニ族のとこだよね。あ、でも合ってんのか、プニ族の。あー、合ってるわ、合ってた、ここだ。これを壊して、ああ、星のかけらもゲット。ああ、なるほど。もう完璧に分かった。プニ族のとこだと思ってたとこが、プニ族かつ千年の扉のとこなんだ。オッケー。完璧に理解した。もう迷わない、私は。ということで、スターストーン4つ目、持ってきましたよ。ここで掲げていきましょう。はい、お、仲間たちも勢揃い。いや、仲間も増えてきたな。ちょっとビビアンちゃん以外は一時的に偽物のマリオを仲間だと思っていた時期があるから、ちょっと複雑な気持ちではございますけど、クリスチーヌちゃん、ノコ太郎、クラウダ、チビヨッシちょっとあの件についてはまだ若干マリオ怒ってるからな、後でちょっと活躍でそこは挽回してくれよ。ということで、スターストーンがキラキラ光って地図に次のスターストーンの場所が記されるかと思います。どこなんでしょうか。うわー、毎回このね、ボーっとなるのがね、コンロみたいなんだよな。はい、次はどこだ、下の方か、お、左下だ。はい、島、え、それドクロだ、ドクロの島。そんなところにスターストーンがあるの、どうやって行くんだよそこまで。船がないといけないよ。まあまあまあ、とりあえずいっか。魔法の地図にスターストーンのありかが書き記された。船、水の上。さあ、早くフランクリ先生のところに行きましょう。ピーチ姫からのメールのことを伝えないと。そうですね、ピーチ姫からのメール、結構重要な内容がたくさん書かれてましたから。フランクリ先生、何かこれでまた情報がわかりますかね。はい、まあ、ここ毎回ワープしてくれるから助かるよね。なんだと、やっぱりびっくりしてる、魔物がいるんだってさ。ピーチ姫からのメールにそんなことが書かれておったのか。伝説の宝の正体が魔物の魂であると。そして奴らがスターストーンで千年の扉を開き、それを復活させようとしていると。だが、確かにわしが突き止めてきたこととも内容は一致する。え、
どういうこと？それも詳しく教えてください。先生が突き止めてきたことって？うむ、話せば長くなるがよく聞くのだ。良いか、画面を見ている君たちもちゃんと聞くのだぞ。そうだぞ今この動画を見てる、 YouTube で見てるそこの君もちゃんと聞くのだぞ。フランクリ先生が言ってるよ。画面を見ている君たちって一体何のことなのすごいメタ発言ですけど、えい、細かいことは気にするでない。はい、この地にあった大きな町を滅ぼした恐ろしい災いというのは、おそらくその魔物のことだろう。7つのスターストーンもその魔物が作り出したもので、魔物はスターストーンの強力な力を使って世界を支配していたらしい。なるほど、世界征服した魔物の魂が千年の扉の中に封印されてると。じゃあ開けない方がいいよ。やっぱり言い伝えによれば、最後魔物は4人の勇者に倒されたと言われておる。4人の勇者、しかし滅びたのは魔物の体だけで魂までは滅ぼせなかった。そのため勇者たちは魔物から奪ったスターストーンの力を使い、魔物の魂を千年の扉の向こうにある闇の宮殿に封じ込めたという。千年の扉の向こうには闇の宮殿があると。スターストーンそのものに善悪の区別はない。もし7つのスターストーンが全部揃えば、その力で魔物を封じることも、扉を開き復活させることもできる。で、復活させようとしてるのがバツガルフ、封じようとしてるのがマリオたちってことですね。スターストーンの力が善になるか悪になるかは使うもの次第なのだ。なるほど、じゃあ7つのスターストーンを集めることって危険なんじゃないの？バラバラに隠したりどこかに捨てちゃった方がいいのでは？確かにそうとも言えるな。ビビアンちゃん頭がいい。わしも最初そう思ったが、そうもいかぬ事情を見つけてしもうたのだ。実は魔物を封印している千年の扉の力が弱まっている可能性がある。何でもスターストーンには千年間魔物を封じる力があるとのこと。逆に言えば千年経つと封じる力がなくなってしまうとも考えられるのだ。それはまずいな。そして今年がその1000年目。そうだったんだ。つまり奴らがスターストーンを集められなかったとしても、魔物は復活するやもしれんのだ。それは大変だ。じゃあやっぱりスターストーンを集めて封印しないと。だったら魔物を封じるためにすぐにスターストーンを集めに行かなくっちゃ。次のスターストーンのありかはどこなの？うむ、地図によればスターストーンはトロピコアイランドにあるようだ。楽しそうなところ。トロピコアイランド？いいね、観光地か。わしもあまり知らんのだが、その島にはいろいろと良くない噂がある。え？名前はめちゃくちゃ陽気だけど、何でも怨霊が出るとか怨念がどうたらとか呪いがかかっているとか。え？そんなとこ行きたくないんだけど。まあ詳しいことはゴロツキ港にいる者に聞くがよかろう。まずはゴロツキ港に向かいたまえ。わかりました。じゃあとりあえずゴロツキ港に向かうね。そしたらあとは特にやることないっけか、ゴロツキタウン。あ、一応バッジを見させてください。結構お金があるので、もしかしたらいいバッジが買えるかもしれませんよね。バッジ屋に行くには、はい、宿屋。おっと、ルイージがいるよルイージがいるけど、ちょっとルイージの話は長いから次かな。キノジーがこの人を狙ってるみたいですけど、あ、この人じゃなかった、ナンシーか。ナンシーを狙ってるみたいですけど、まあそれはまた別の話ということで、アイス投げ売り難しくなるスーパーアピールピンチで頑張る P、 眠らせ踏み、他には簡単になるってもう売ってない、重ねたいんだけど、あー売ってないか。フラワースイートール、攻撃力が1ダウンするが FP が1回復する。いや、いらないかな。ハッピーフラワーはもう持ってるやつはどっちみちいらないな。ピンチ系もいらない。ナイスで防御、混乱投げ売り、ふにゃふにゃふみ、ミニミニふみ、この辺は持ってるしな。あー、特になんか強そうなバッジはないかもしんないな。眠らせふみ強いけどね、まあ安いやつは買っちゃうかっていう気もするけど、別にコンプリートするなら後ででもいいしな。いらっしゃいませ、どうぞごゆっくり。はい、そしてあなたは？いらっしゃいませ、バッジやラブリーチューチューへようこそ。さてどんなご用でしょうか。一応売れんのか、かぶってるやつ売る？売るのもありだよね。そしてラブリーチューチューという名前、あとはそこにいるハート型の尻尾の君、どう考えても怪しいぞ同一人物なのでは。まあ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 、その話は後に置いといて、あ、バッチャーについてじゃない、間違えた、間違えました。売りに来ました。もう一度説明はよろしくて、かぶってるやつがいらないから、これかぶってるやつって連続になってくれてる？あ、なってくれてるね。パワープラス P1 個いらないわ。パワープラスは強いけど、パワープラス P は
1個あればいい、最悪。よし、じゃあこちら売りまして、あとはあ、ピンチで守るとかも2個あってもしょうがないから、はい、これも売りますね。はい、ピンチで守る P、 あとは被ってるやつはないか。あ、フラワー節約2個あんのか。まあ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 、それはいいとして、あとはないですね、被ってるやつは。よし、じゃあこれくらいにしておきましょう。そしたらまだまだちょっと探索したいところでもありますけど、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回ゴロツキ港に向かうところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、ビビアンちゃん、今日も可愛い。